こんにちは、まさ46494です。今回は久しぶりにパワープロアプリのサクセスをやっていきたいと思います。ちなみに今回は初めて、まあ普通に初見なんですが、とりあえずやっていこうかなと思います。まあ、今回は完全に初見なのでこんな感じでやっていきたいと思います。助っ人の彼女なんだけど、どういう感じで彼女にしていくべきかよく分かってないので、その辺は適当にやっていきたいと思います。なんかライバルたちと勝負して倒してって認めさせるみたいな、そんな感じらしいですね。スキップどうしよっか。しないでいきましょう。条件付き一部スミカちゃんが新しい女の子キャラみたいかな。それでなんかどうしてきたんだ。まあこれはとりあえずいつも通りだね。まあ、能力はまあいいとして、まあ、とりあえずコツ選んでってっていう作業をなんとなくしていきたいかなと。監督のあれはあれなくていいのかな。とりあえずスミカちゃん彼女評価はどうなったら、まあ、彼女ですね。よいしょ。スキップは、スキップにしてよかった。行きましょう。引くことはない、どっちやねん。これ確かコツイベントあってからのコツもう一回できるみたいな。あ、そっか。地球なるほど、いいね。これコツ結構
かなり感じだね。努力をアピール多いな。今出会った。どうかなんで集中してもいいけど的な。どっちを優先した方がいいのかなって聞いてたっていう。結構あるやん。おぉ、すげえ、すげえ減るぞこれ。減るんだよね。今ので減ったのか。減ったかどうかよく分かんなかった。まあいいよ。サメジさんはまあまだ寒くないんで。あれなのかな。今何ゲットした？何もなし。何もなかったよ。まあいいよ。ちなみにこれ、外野の評価が下がるか、あ、評価っていうか、あれが下がるかどうかちょっと見てみよう。9になるかどうか。まあ、これ。感じが現れたね。まあ、とりあえず聞いてやってみよう。で、9になるかどうか。あ、なんねえやん。ああ、今現れた感じだ。エアコンが効いた部屋でも熱中症にかかる危険性。危ないっすね。彼女もさ、彼女の方の評価も上げないといけない、なんていうの、彼
彼らたちのやつもやんないといけないと結構厳しいね。多分今レベル42の感じ、彼女のやつだからね、結構早めになるとはいいんだけど、あ、サッカースか、行きましちなみに能力結構なんていうの、ポイント上がってから上げるタイプなので、やばっ、危ない休んでる人ちゃうね。全然話聞いた。お、ナイス。ナイスです。からの彼女。来た。いい感じになってほしいですか。あと思ったんだけどさ、4周以降にさ、彼女のあれなんないかな、克服やつがないとあれなんだ、you
多分そうだよね。もう終わったよね、彼女のやつ。まあいいや、とりあえず。彼女めっちゃ、バランス難しいね、やっぱ。どういう感じでさ、開けていくやねんかみたいな。私の趣味は全部彼女を追いかけないとね。行かないとやばいやつになる。もう一回飛ばしたらちょっと後半厳しい気がするんだよ。飛ばすぎるかダメだったのか。体当たりかい。全然妥当してないんだよ。めっちゃ精神上がったんですよ。強化とかできないのか。結構難しいな。今なんで2減った。おい、このね、あれだよね。マジで俺今の能力上げてない。能力上げてない。つらい。やべえ。やっちまった。全然飛ばねえ。
と1点か。え、マジちょっと待って、オバマ来ないで、ここで。ちょ、何時か今ショートゴロ。マジっすか。パワーが好きなすぎる。来た来たよ。危ねえ危ねえ。あるかな。今ちょっと技ありだったね。はい、とりあえず点数は取った。4ヘッド。あ、そっか、試験のやつだと減るって書いてあったな。危ねえ、ちょっと上げてもらえたらやばいわ。どうやるか。パワーヒッター欲しいんだけどな。うん、セカンドなんで肩はそんな上げなくていい。とりあえずパワー D にしました。あと攻略ね。見てこんな上がらないかな。とりあえずこれで。どうなんだろう。優勝か優先してるのか。優先順位考えないとあかんやつ。チャンスね。ごめん。一ノ瀬終了。2人終わりか。はい。3人終わり。ちょ、なんか上がったり下がったりだったけど今。でも結構やっぱり上がってくるね、あの普通の単品能力みたいな。こいつだ。こうだ。うわ、焼き消費。ストレッチ消費っていうか、セカンドなんだけどな。そう。まあ、デートして。デート行ったくだけだけど、能力上げようかな。とりあえず金持ち1個からの寒い石なら60降格。まあ、とりあえず 80% のものを優先的に今上げております。
これも新しく早く欲しいんだけどめっちゃ上がっすげえな。能力めっちゃ上げてくれるな。これ理解終わり。パワーヒットしてるしな。下これ。めっちゃなった。アンドスイーツか。パワーヒッターカモン。これいいね。このパワーヒッター持ちのみとかだったらさ、確実にコツくれるってことだもんね。素晴らしい。これはあれなんだろうね。多分監督の評価上がってるとスタメンになるのかな。ちょっとその後よくまだわかんないけれど、いや、とりあえず行きましょう。まあパワーヒッター持ってるので普通に当たればホームラン。茨城ベンダとなまってホームランらしいです。さあ行きましょう。代打か。一発で決めないとダメ。ちょっとガクついてるな。行け。ああ、いかなかった。ちょっと今打球が消えたからこうなると思った。まあ勝ったでしょ。よし。よし。でも甲子園優勝は結構楽なんじゃないかな、このメンツだったら。打倒どのタイミングで終わらすかとかそういうことだろうね。まあ、とりあえずこのまんまね。妥当だね。
まあ、あんな製造機とか覚えてれば1点なくなるかもしれない。10点か。行ったんじゃない？行かないか。もうちょっとライジングタイム持ってんのか、打ちに行くな。行った。マジですか？ファーですか？しかも直球しか投げてこなくね？どうした？え、マジ今ピッチャーゴロ、この直球だけにしてくれてんじゃねえ、もしかして。そうでもなかった。マジか、やべえ。よし。いっちゃう。うわ、読んでたんだけどな、今スライダー。いったんじゃない？イエス。あぶねえ。やっぱアンダー製造機じゃないと厳しいな。あ、てかアベレージね。なんかいろいろと振ったんだけど。水球テレビどっちがいいかな。体力も減るんかい。超減った。を使いたいんですよ。内野安打王とかもあるんだ。
首？あ、なるほどね。この4月までに全員を倒せば良いみたいな感じだね。基本的に、まあ、多分最初に説明したかもしれないけど。もう打倒やつなくなったね。多分打倒のやつ全部クリアするとなんかまあプラスとかそういう感じだったんだろうね。長いな、今37分でおかしいね。でも案外さ、結構特殊能力とかもさゲットして、まあそこそこ悪くはない感じでやってると思うんだけどね。だから彼女と、コツはなんか、まあ、とりあえず10ケツを倒すコツみたいな、そんな感じ。試合何回勝てばいいんだ。多分この試合はさ、最後に勝ちはさ、もう十分だよ。てか、メンツ強いし、みんなみたいな。ずっと女だと思ってたの。くっついてるから。直球がすげえ遅い。だから。今打ちたいんだけどさ、遅すぎてタイミングが、いや、ホールドしたいんだけど、なかなか、マジか、ずっと0点だっけ。
多分監督評価はそこまで気にしなくてもいいっていう感じはするよ。なんかした。このサクセスとか久しぶりにやってくからね、真面目に。サクセス動画はまあそこそこ上げてきたんだけど、まあ、時間の関係であれだったんだけど、まあ、なんとなく、あと分けてあげてたんだけど、以前までは。なんか、それもそれで、めんどくさくていいかなと思って、一気にガッてあげてるけどさ。もう今、高校のね、面白かったじゃん。バスなんとかとか言ってたさ。コツイベントが全然来ない。タックもこの悲しさ。え、マジで全然そうなの。本日シミュレーションしなかんの。さすがになかった。アバターさん、いいよ、行きましょう。甲子園まであと1勝、そのキッパーと。そよ風高校。赤瀬大付属、先制のチャンスです。ツーアウトランナー1塁2塁という場面で二宮投げました。ボール。投げました。前に落ちるんじゃない？あっと右中間、どうだ、ヒット。赤崎大付属、まずは1点先制。赤崎大付属っていう言葉がいいの。第9見送ってボール。第2球投げた。そもそも6番っていい。あんながった。あんながった。勝つことは間違いないんだけど。基本的にカーブから入ることが結構多いかな、この手のピッチャーは。これで追い込みました。ピッチに外したら、振ってくれたら嬉しいと。まあ、振らなかった場合はまた外でカーブ。次の球目、投げました。外角低めいっぱい、見逃し三振。外角低めいっぱいに決まった。バッターは5番、相馬。ここまで3打席連続三振。イカルの他誰んだ。ちょっと楽しみスライダー投げたくなった。投球これから2球目抜いていった。そのままようやく1点を返します。第9ファール。第2球投げました。いいね。ウード、
交代しないんだ。いけるのか、なんとも気になる感じ。これで追い込みました。第3球を よっちょ、打った。セカンドから一塁送球。これでワンアウト。そっか、何気に守備職についてるしね。甲子園3試合がいるのか。目の保養。内野安打。なんとなくまとまってきましたね。この応援歌の音程も結構良くなった。気のせい。第3球を投げました。アウトコース高め、空振り三振。温度が全くタイミングがありません。バッターは5番。第1球投げました。見送ってボール。投げました。外角低めいっぱいストライク。バッター追い込まれました。第4球を投げました。ライジングキャノン。
怒り守る。マジで怒りまくってるな。超速攻めてる。投げた。ストライク。見逃し三振。怒り守る。赤すぎ大付属追加点のチャンスです。ノーアウトランナー二塁という場面でまず。ベルジなのかな。第9抜けた滝本一気に3塁へ。守備が変わるかな。1点入りました。二宮タイムリー。今日これで2打数の2安打。先ほどツーランホームランを放っているマサ。第9投げた。打ちました。痛烈。いったー。取り手。第9投げた。ショートバンドが取った。裏方向に上がってしまいにいます。一塁はセーフ。一塁は第9完全に肩の問題で。やば。ランニングで振られた。取りました。これで2アウト。ランナーは1塁2塁変わりません。第9投げました。ストライク。第9投げました。フォークボールに打ってストライク。第3球初球空振り三振。素晴らしく長いな。やべえ、これずっと見てるじゃん。次の投球投げた。2球目ストライク。これで追い込みました。投球がこれから3球目。見逃し三振。怒り守る。ナイスピッチング。怒り守る。まあ、とりあえず1時間ぐらいで切ろうか普通に。さすがに長いよ。完封勝利も。ミュークでストライク。まずは決めてきました。
球を投げた。ショートバンドボールをつかんだ。一塁へトス。ウド軽快な守備を見せました。赤月大輔代打は第9超変化球です。新球はストライク。第2球コントロールいいから。投げた。ボールアウトローへ。ダウンとアウトローでストライク。第3球はチームを見送ってストライク。今こういうタイプのストレート結構打ちにくいんだよ。変化球になっちゃってるからね。第5球投げました。大学低め空振り三振。低めの変化球でスイングアウトを取りました。そして次の番第1球初球にバックストライク。バックストライク投げました。さすが六本木さん。試合終了です。ということで、なんとなくキリがいい、キリがいいのか、まああと2試合ですね、残ってるんですが、まあ1時間ぐらいやってしまったので、あとはラスト2試合の動画を後半で撮ろうと思います。ということで、パワープロの赤月大附属高校のサクセス、まあ初見でした。よろしかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いいたします。じゃあね。